畳んでネットに入れて、でネットもあんまりちっちゃいのにぎゅうぎゅうってなんか詰め込むような感じだと汚れが落ちないのでね、ある程度このぐらいの着物をある程度畳んで入るぐらいの、ネットに入れてくださいね、はい、よくね着物を作る時に水通しって言って水に一回通してから着物は仕立てると思うんですけども、それは多分生地を整えるとか、糊を取るとかね、そういう作業なんだと思うんです。でこのリメイクの時に水に通すっていうのは、例えば丸洗い済みとかちゃんと自分できれいに管理していた着物をほどくんであればまあいいんですけども、リサイクルショップとかで買ってきた、誰が着たかもいつ洗ったかもどのぐらい汚れてるかもよくわからないものにただ水を通しても汚れは落ちないですよね。なので洗剤を入れた方がいいと思います。でやはり普通の洗剤では色落ちしたりとかしちゃうのでね、シルク用の洗剤とかおしゃれ着洗い用の洗剤とかそういうのを入れてドライコースで洗われたらいいかと思います。まあ、いろんな説があってシャンプーで洗うっていう人もいるし、石鹸水で洗うっていう人もいるし、重曹で洗うっていう人もいるし、いろいろで何がいいかよくわかんないんですけど、とりあえず無難なところはおしゃれ着洗い用の洗剤でまずはやってみたらいかがでしょうか。忘れずにネットに入れて、おしゃれ着洗い用の洗剤でドライコースで洗ってくださいね。はい、で洗濯が終わりました。そしたら、干すんだけども、干す時によくこういっぱいこういうのくっついてる洗濯物干すやつね、こういう洗濯バサミがいっぱいぶら下がってるやつ、あれでこうやったんでは形が崩れてしまいますからね、糸がずれてしまうから、あれは使わないでくださいね。物干し竿にぶら下げるか、まあ物干し竿ない人多いと思うので、そうだな、ハンガーにかけるとかで、長いところ身ごろなんかは2つ使ってハンガーにぶら下げるみたいにしてください。でまああんまり直射日光に当てると色落ちもするので心配な人は部屋干しにして、でも半乾きでアイロンをかけていった方がいいので、こういう半分のね短い、例えば掛け襟とかそういうところからもうどんどんアイロンをかけていってしまえばいいと思います。アイロンはもうそのアイロンの絹とかね、ウールとかね、なんか設定するところがあるのでそれに合わせてかけてください。でテカリが出るので心配な方は当て布をされたらいいかと思うけど、当て布をするとやはりあんまり乾かないし、シワが取りにくかったりとかするので、やっぱりぶら下げた時に丁寧にやっぱりパン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 とかやってやっぱりシワを取っとくのはいいでしょうね。はい、でアイロンをかけながらね、穴が開いてないかとか、擦れがないかとか、どっか傷んでるところはないのかっていうのを見ながらアイロンをかけるといいと思います。意外に気がつくものですね、シミとか。シミとかは結構あって当たり前ですよね。そのシミのところは使わない形でお洋服を作りたければ、それはすごく大事ですよね。そういうのを見ながらアイロンかけてください。アイロンかけた後にこういうしっかりした角煮だったら大丈夫だと思うんですけど、薄い生地の場合はやっぱり穴とか擦れとかが気がつかなかったりとかするので、こうやって光に当てて光を通すと穴がわかるので、これをやるといいと思います。で使えないところをちゃんと見つけて、で穴があったら
例えばなんかアップリケをして穴を塞いでしまうのか、まあそんななんか可愛らしい感じのは着ないわっていう人もいますよね。アップリケついた服は着ないわっていう人もいると思うので、じゃあその穴のところはもうやっぱり切ってしまうとか、あの縫ってしまうとかになると思うので、どんなデザインにしたらいいかなっていうところも改めて考えなきゃいけないので、お洋服を作る前段階でそこまでしっかりやっとくとやりやすいと思います。例えばこの長いね身ごろ、例えば今日私がこれ着てるの、こうこっち側とこっち側とここ縫ってますよね。そしたら着物の身ごろでこっち側とこっち側、後ろもこっち側とこっち側で作ろうっていうんだと、途中で穴がこの辺に穴が開いてるとかってなった時に、その考えてたデザインが作れないじゃないですか。ずらすとか、そうすると丈が短くなっちゃうとかいろいろ出てくるの。でもそこら辺を考えるのは、まあリメイクの面白さとか醍醐味だと思うので、ここで例えば縫っちゃったとしても柄合わせをして縫った感じが分かんないような感じにしてしまうのも一つだと思うので。ちなみに今日私が着てるこれは、これは有名人の手ぬぐいなんですけど、手ぬぐいをこっちの左の前身ごろにつけてみました。でこっちは古い浴衣ですね。でこうして、ちょっと襟はこういう感じで、ここは切り返しにしたんですけど、ここ斜めになってるんですけど、これ手縫いなのでこれはカットしないでここに縫い込んでます。なのでこれ飽きたらほどいて、またここは手縫いに戻る感じですね。はい、そんな風に考えるとちょっと面白いですよね。ぜひやってみてください。応援してます。ではまた、最後までご視聴ありがとうございました。できましたらチャンネル登録、おこがましいですが高評価ボタン